サンバーナーディの列車脱線事故は関連した2つの別個の事故の総称である。一つは1989年5月12日にアメリカ合衆国のカリフォルニア州サンバーナーディので発生した列車脱線事故であり、もう一つは引き続いて同年5月25日に発生した事故復旧作業にあたっていた重機による石油パイプラインの損傷火災事故である。 1989年5月12日午前7時36分、ホ本峠を下ってきたサザンパシフィック鉄道の貨物列車が高速で脱線転覆し、さらにダフィーストリートと呼ばれる住宅地に突っ込んだ。事故現場はホ本川低地帯とフットヒルフリーウェイの交差部のちょうど北東部にあたる。この事故により列車先頭の本無機関車四ユニットの第一ユニット乗務の 車掌と第3ユニット乗務の制動手及び沿線住民2名が死亡した。また列車はすべての車両が損壊し沿線の7棟が倒壊した。この事故はモハベ駅の係員が列車重量の計算をミスしたことに加え機関士及び乗務員らが誰も複数の後部補機の発電ブレーキが故障していることに 気づかずに、制動力が不足したままの状態で折り勾配に差し掛かったため、加速を止められずに列車が暴走したことが原因である。下り勾配で速度が落ちないことから、機関士がブレーキが効いていないことに気づいて、非常ブレーキかけたが、実は、この非常ブレーキ操作によって、自動的に発電ブレーキが解除されたため、かえって列車は速度をより上げる結果となった。そして、列車は、 ラフィーストリート手前のカーブで時速約1 7 7キロメートルまで加速し、先頭部の機関車及び何両もの貨車が沿線の住宅に脱線衝突した。サンバーのアディーノを通過する列車の速度制限は時速5 6キロメートルである。機関車から回収されたブラックボックスの解析により、先頭部の 第三機関車ユニットについては、実際には発電ブレーキの動作音がしていたにも、かかわらず発電ブレーキが故障しており全く効かない状態であったことが明らかとなった。また、複数機関車からなるご保機を運転していた、機関士が自身が運転する、それら機関車のブレーキに異常があったにもかかわらず、本向きに対してその報告を怠っていたことが、事故後明らかとなった。 この事故の背景は重量計算ミス及び乗務員同士のコミュニケーション不足、ブレーキ装置の不良という複数の要因が介在しているが結果として機関車の制動能力を超えた過積載の貨物列車は下り勾配で重い貨車が機関車を押し下げて急激に加速し大幅に速度超過に陥りこの速度に対してダフィーストリート手前のカーブの線形が あまりに急カーブであったため、列車は線路に沿って、カーブを曲がりきれずにそのまま脱線、暴走した。当該事故現場では、線路用地に沿って、地下約1.83メートル24インチ、高圧石油輸送パイプラインが付設されていた。脱線事故から13日後の1989年5月22日午前8時5分に、このパイプラインが破裂して、石油が付近一帯に、 紛失、さらに因果して大火災となった。これにより二人が死亡し、11棟以上もの住宅が消失した。サザンパシフィック鉄道は貨物列車重量の計量方法を変更した。すなわち、すべての貨車について、係員がそれぞれの最大まで積載されたものと仮定して、個々の重量を計算して、列車重量の最大値を求め、 機関士がこの列車重量で十分な制度を得られるだけの最低限必要な制動力を明確に認識できるようにし、それに応じた機関車の量数、機種等を設定、選択できるようにシステムを改めた。戦闘部の機関車4ユニットすべてが全損。補機2ユニットは脱線したものの、修復された。なお、SP8317 は、 サザンパシフィック鉄道に復帰せずヘルムリーシングへ売却され、SP7443 は2000年3月17日に退役した後、5インチ6フィート期間に回収されて、ブラジル MRS レジェスティカ5313として活躍した。69両の貨車はすべて脱線し、事故現場で解体された。ありがとうございます。